どうも、ペチグです。今日はね、もう新宿に来てまして、はい、もうメンズクリアっていう脱毛サロンを連れてこられたんですけど、うん、なんすか発案者のゆきおさんがちょっといないんだけど、あゆきおさんね、忙しいんですよ、最近。あ意外と嬉しいこと。そうそうそうゆきおさん曰く、まあ最近、やちくんの負けが込んでる。あ脱毛ってなんかね、そういう悪い気を払う効果があるらしくて悪い気、悪い気、悪い気、悪い気みたいな。そうそうそう、まさにそういうことですよ。なるほどね。当の本にちょっと来れないんだけど、あ来れないかい。予約なくしてくれたから。あ、嘘すごいな、ありがたいな。そうそう、考えてくれてますね、俺のこと。だから悪い気を払って払って、もうちょっとまた心機一転、そう、気分新たに、気分新たにやろうっていうことですね。え、だから、ね、何全身を、何やの。まあ、多分家賃の、まあ、多分カウンセリングがあるみたいなので、ああ、それ聞きながら、はい、やってほしいところやってもらうみたいな感じってことで、俺急に今日は毛を落とすのね。そう、毛を落とすっていうか、脱毛ね。そう、はい、ありがとうございました。悪い気を、ゆきおさん、ありがとう。はい、で、行ってみましょう。入店。はい、こんにちは。こんにちは。これ、消毒。はい、消毒お願いいたします。おでこ失礼いたします。あ、大丈夫でございます。ありがとうございます。テンション高いな、最初。メンズクリア紹介ということで、どなたからの。え、友達に上野由紀夫っていう芸人がいるんですけど。あ、知ってます。はい、その人からの紹介です。あ、かしこまりました。ありがとうございます。最近僕、調子がね、あんまり本業の格闘技の方で良くなくて、はい、だからちょっと悪い気を落としてこいっつって。あ、脱毛には悪い気を落とす効果があるからって豪語して、で、そこで今日来たんですけど、はい、悪い気を落とす効果ってあるっすか。ちょっとないかもしれないですね。ないんだ。ないんかい。それはないわ。もうだってダジャレじゃん。多分、ね、滑るのが怖くて今日来なかった。あ、なるほどね。ね、組み技もいいかもしれないからね、こうスルッと抜けるみたいな。そうか、スルッと行かれちゃうからそうだけどね、自分が組んでる。あ、なるほどね。リスクもあると。リスクもある。確かに。じゃあちょっと頑張らせていただくので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はどこをやる予定なのかな。俺が決めるんですね。え、そうでしょ。あ、決めていただいて。希望の、はい、腕っつうか、腕は薄いんで、はい、脇、脇やっぱり、ファイターってこうね、裸で戦うんで、あんまりね、脇が、脇毛濃いと、はい、みっともないんで、結構剃ってる人とかはいるんですけど、僕はそこまで濃くないんですけど、はい、整え、まあ、なくしたいなみたいな。はい、最近なんでめちゃめちゃ多いです、ね。なるほどね、すごく。もう脇汗すぐかくから。あ、やられる方が多いですか。そうです、脱毛される方は脇とても今多いです。男性で。はい、全身ツルツルの方の方が今多いんで。へー。すごい時代。すごいね。メンズクリア通われる方って、もう初めから全身脱毛される方って8割から9割ぐらいって言われておりまして。へー。はい、そうなんだ。メンズクリアなんですけれども、はあ、お顔の通い放題や VIO、はい、ボディの通い放題というのをやっておりまして、はあ、初回限定様の料金で、先ほどもちょっとお見せしたと思うんですけれども、はあ、まあ、お顔で言うと月々2780円からという価格で、はあ、月額ね、はい、やらせていただいております。またボディなんですけれども、ボディの通い放題で7180円からというふうでやらせていただいておりまして、現毛プランね、はい、また VIO も半年の4箇所という形で月額2380円というふうに、かなり業界では一番お安くやらせていただいております。またメンズクリアなんですけれども、今皆様にとても知っていただきたいということで、初月無料でやらせていただいております。なるほどね、はい、きっかけ。まずさらに脱毛、こういったカウンセリングに来られる方ってやっぱり痛みとか効果があるのかって皆様、いやね、俺もそれはすごい気になってました。はい、不安になる方もとても多いと思いますので、初回の方お試し1000円でお顔1回分できるという特別なキャンペーンもやらせていただいております。通常普段であればお顔1回分2万5200円かかるんですよ。それが 96% オフの1100円で、はい、あんま聞いたことない、やらせていただいております。ほぼゼロじゃん。ですので、こちらで例えば痛みとか、うん、それこそ効果を確かめていただいてから始めるかどうかを、はい、いただけるというメリットがございます。ということで、はい、はい、じゃあ早速ね、施術受けてみたいと思います。うん、行ってみましょう。はい、とにかくね、安くて痛くないってことで。そうですね、シンプルにね。あと今非常にお得なタイミングで、ね、そう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 ね、はい、ということで、じゃあよろしくお願いします。お願いいたします。
仕上がってますね。そうよ、いつだっても、いつだっても練習再開してますね。してます、この体はしなくても、こんな体してんだけどね。そうだね、バリバリしない。これぐらいのマッチョの人が来たことありますか？あ、います。ボディメイザーの方が、なるほど、はい、いらっしゃるので。そうですよね、はい。やっぱ焼く方とかって消えない方がやっぱより美しく見えるっていうことで、はい、いっぱいいらっしゃいます。確かに、めちゃくちゃ慣れた感じで見てたもん。ちょっと固まる、この程度ね。今から電源入れますので画面見ていてください、はい、お願いします。メンズクリア特注の機械になっております。ちなみに八千様、脱毛って男性と女性どちらのイメージがありますか？やっぱ女の人でしょ。ですよね、うん、やっぱり脱毛器って女性専用に作られている、うん、ということが多いんですけれども、うん、女性専用に作られているということは柔らかくて、なるほどね、はいはいはい、威力が弱いと。そうです、そうです、イメージがね、ありますね、はいはい、なんですけども、メンズクリアは特注品で男性専用に作っていただいております、うん、業者の方に。で、おひげとかお体の毛、それこそデリケートゾーンの毛とかって太くて硬いんですけれども、 そうですね、そういった毛とかもすごく効果があり、薄くなるのが早いです。はい、素晴らしい教ですね。はい、最強だな。バカっぽかったな、今の。なんで、アイカップをさせていただきます。はい、はい、失礼いたします。はい、失礼。でも、カメさんのメガネあれさ、それあれでしょ、UV。 カットしてすごい似合ってるよ、それ今。マジ、うん、頭少し上に上げていただきます。似合うとか、ありがとうございます。楽しみにしてる。マジで、そんな似合う、にこれに似合うとか。黒人のスプリンターみたいな。マジで楽しみにしてるね。アップされる。 ありがとうございます。大丈夫、大丈夫でございます、はい、めちゃくちゃ足早そう。ちなみに当店、SHR 脱毛器というのを使っておりまして、はい、脱毛業界で今非常に注目されている脱毛器となっております。あ、なんか種類があるんですね。そうです、 IPL と SHR っていうのがありまして、毛周期とかがさっきご説明したと思うんですけれども、はい、2週間に1回という毛周期が本当はあります、うん、そういうのには関係なく、毛系の施術が可能となったため、短期間で脱毛を完了することが可能となりました、うん、はい、痛みも少なく、肌への負担がとても少なくなっているという形です、はいはいはい、ではちょっと脱毛を始めていきます。はい、はい、なんか恥ずかしいな。じゃあちょっと脇シェービングさせていただきます。失礼します。実際の工程ですもんね。あ、工程です。はい、右だけやる。嫌だよ、両方やってよ。いやでも対戦相手よ。あれ、さっき右生えてなかったっけみたいな。惑わせる、錯乱するの。そうそう、一礼、失礼いたします。はい、照射始めていきます。失礼いたします。1、2、3。おお、眩しい。思ったより痛みどうでしょうか。え、痛くはないけど。今、光ったよ。本当に今、当てました、しっかり。ちょっと、お、いいリアクション。もう一回いきます。ああ、ほとんど感じない。来るでも、ちょっと、ちょっとなんか痛くはないな。うん、そうですね、大丈夫ですか？大丈夫です。ですよね、だから俺がまた空いた時に来て照射してっていうのを何回も繰り返してればツルツルになると言っていた。そうです、そういうことだ。ありがとうございました。ありがとうございます。すっきりした。うん、すっきりした。ジャッキー、ジャッキーは払えた気がした。あ、そうそう、キャンペーンがやられてるとかなんか。はい、今通常価格2万5200円なんですけれども、こう1回分、それが今 96% オフの1000円で。出た、96% オフ、1000円。はい、で、なんだっけ、月額が1908円から。はい、これが一番安いプランで買えるんですね。ありがとうございました。ありがとうございます。詳しいことは、あの、カメさんが全部あの概要欄に書いてくれてるらしいんで、それを見ていただければね。はい、それから業界最安値ということで、はい、痛くない。はい、痛くなかった。痛くないよ、うん、何も感じない。やっちだからとかじゃなくて。じゃないと思う。ということで、じゃあ今日はね、メンズクリアさんで動画を撮らせていただいて、悪い気を払ってみた、悪い気を払ってすっきりして帰りますっていう動画です。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、さようなら。